どうもこんにちは、ブックチューバーのまさきです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。ということで今回は僕が最近読んでマジで面白かったなと思った小説を3冊紹介していきたいと思います。今日ちょっと紹介する3冊はどれもこう違う方向に突き抜けていて、めちゃくちゃもう僕的にはこれ最高に面白かったなと思った3冊ですので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは早速1冊目から参りましょう。で1冊目どれからいこうかな。ちょっとこれからいきます。1冊目こちらです。じゃん。厚川辰美さんの午後のチャイムが鳴るまではです。はい、こちら厚川辰美さんという今ノリに乗っている作家さんが書かれた新作のミステリー小説になります。厚川辰美さんですね、僕めちゃくちゃ好きで、もういろんなね、あの王道のミステリーも書きつつ、めちゃくちゃアイデアにあふれたあの短編集、ミステリー短編集なんかを数多く出してる作家さんなんですけれども、そんな方の最新作ということで今回もね楽しく読ませていただきました。ではこちらの最新作どういう話なのかというと、こちらですね、つくもが丘高校という高校を舞台にした高校生たちの青春群像劇になっております。このつくもが丘高校はですね、あの昼休みがちょっと長くて11時55分から1時までの65分が昼休みなんですよ。そんな65分間の中で高校生たちがね、こう真剣にこう青春っぽいのバカっぽい話をねどんどん繰り広げていくというお話になっております。こちらの作品ですね、高校生たちの群像劇というか、まあ、連作短編集のような形で5つの話が入ってるお話なんですけれども、この作品ですね、読む前までは厚川辰美さんって結構ミステリーしてるというか、短編集なんかもめちゃくちゃ僕が好きな短編集でいうと、透明人は密室に潜むとか、ユレコサイクの夜なんかね、この2つの傑作短編集があるんですけれども、こういう短編集、厚川辰美さんの前の短編集って結構一つ一つのトリックというか話が結構凝っていてですね、もうその1話1話にもう全力投球というか、こんなトリックをこの短い短編にこうぎゅうぎゅうに押し込めるんだみたいな、そういうなんか出し惜しみなくこう引き出しをねどんどん開けていく感じが厚川辰美さんの短編集では得られて、いやめちゃくちゃ好きだなと思っていたんですが、この作品読むとね、まあ、そのイメージがまたガラッと変わって、こんな短編集も書けるんだ、すっげえなと思った作品なので、この作品の魅力をね話していきたいと思います。あらすじのところでもちょっと言ったんですけれども、まあ、こちらの作品ですね、高校生たちが主役となってそれぞれのねこう問題というか企みを成功させるというか、そういう話なんですよ。でこの感じを一番表しているのが、この第1話の話なんですけれども、この第1話の題名がランラーメンランという話で、ちょっと簡単にねあらすじ話すと、高校生の主人公がいまして、その主人公がですね、ラーメンの無料券を、まあ、使いたいと。でもその無料券の期限が明日までってなってる時に、こう友達とね2人でこれどうするってなったんですけれども、夜食べに行こうぜってなるんですけども、いや夜は予定があると、でも明日まで使えないのはもったいないと、まあ、高校生にとってのラーメン1杯ってこう1000円じゃないですか。でその1000円って結構大金なんですよね。なんで、いやいつ行ける、昼休みに行くしかなくないってなるんですよ。でここからですね、誰にもバレずに昼休みに学校から出てラーメンを食べて戻ってくるっていう完全犯罪をなそうとする話、これが第1話のランラーメンランという話になっております。この設定からもですね、結構このなんだろうな、青春要素というか、まあ、くだらないかもしれないけど、その一つ一つのね物事に対してこう全力でね向かっていく高校生たちの、まあ、心理描写も見て取れますし、これもね本当にねラーメンを食べに行くっていう、ただそれだけの行為なんですけども、結構ね犯罪計画が練っていて、読んでいけばいくほど、あここまで考えてたのかみたいなのもありますし、ちょっとなんだろうな、こう犯人目線のお話なので、そのラーメン計画を暴こうとする、まあ、高校生も現れるんですよ。でそういうのがいや結構もうつかみで持ってかれちゃいまして、めちゃくちゃ面白かった一冊になってます。この1話の後もですね、65分間の昼休みの中で巻き起こる高校生たちのお話が収録されているんですけれども、まあ、題名だけ言うと5つ入っておりまして、1話がランラーメンラン、2話がいつになったら入校完了、第3話がこれ僕めちゃくちゃ好きなんですけども、まあ、賭博師は恋に舞うというお話で、第4話が占いの館へおいで、そして第5話ラストが過去からの挑戦と
という、この5つの話が入っております。どれもですね、この高校生ならではの青春要素もありつつ、ちゃんとしたねミステリー要素もあるので、これ、ね、短編集好きな方、日常系のミステリーが好きな方はめちゃくちゃ刺さる一冊になっていると思います。で、僕がめちゃくちゃ好きなのがこの第3話の賭博師は恋に舞うという話で、この話はですね、さらっと言うと、クラスのねマドンナ的存在がいるんですよ、マリちゃんっていう。で、そのマリちゃんに告白をするぞと、ある一人がですね、一人の男子高校生が告白をするぞって言うんですけども、みんなですね、そのクラスの男子はマリちゃんを結構狙ってる人が多くて、お前抜け駆けすんのかよみたいなことが始まるわけです。で、そんな中でこの男子高校生たちはですね、昼休みに消しゴムを使って、ポーカーを遊びにしていると。いや、これもちょっと面白いんですけれども、まあ各個人がねそれぞれ消しゴムを持ち寄って、その消しゴムにこうトランプのね役を書いて、ポーカーをすると。分かった、こうしようと。で、俺たちがやってるポーカー、その優勝者に、マリちゃんに告白する権利をあげようと、そしてこうみんなね、そのマリちゃんに告白するために消しゴムでねポーカーをやるというお話なんですけれども、これがですね、いやー青春してるなっていう感じなんですけれども、読後感がですね、なんかすんごい良くて、最後なんか男の友情みたいなのも描かれていますし、こうなぜか爽やかさがある短編というか、もうこれめちゃくちゃ大好きです。これ以外の話もね、めちゃくちゃいい話たくさん入ってるので、ぜひぜひ読んでいただきたいです。そして最後にこの本の最大の魅力を言うと、この5つの話がですね、最後にまとまるんですね。これも、いやー塚田澄さんすごいなと思うんですけれども、一つ一つの独立している話が最後にですね、実はみたいな、そういうなんだこうくるっとまとまっていく様がとても見事で、いや最後のお話で今までのそれぞれの話でちょっとずつ張り巡らされていた伏線っていうものが本当に綺麗に回収される最終話がもうたまらんですね。伏線回収好きには本当に脳汁がやばいという感じのお話だったので、これはねぜひね読んでいただきたいお話となっています。敦川辰巳さんね、本当に一つ一つの短編というかミステリー的なトリックもそうですし、こう描写的なねものもそうなんですけども、すごい一つ一つも上手かったのに、今回のこの作品で短編集としてもそうだし、それらをまとめ上げた一つの長編としても成り立たせているってところが、いやとてもね面白かったので、もうぜひね気になった方読んでみてください。これ激推しです。はい、ということで1冊目から語りすぎなんですけども、1冊目が敦川辰巳さんの午後のチャイムが鳴るまではでした。はい、それでは2作目、最近読んだおすすめ本2作目がこちらです。今村雅弘さんのディスペルです。はい、こちらもですね、皆さん待ち待っていた今村雅弘さんの最新作となっているんですけれども、今村雅弘さんってどういう作家さんなのってこの動画で初めて知った方に説明すると、今村雅弘さんは詩人層の殺人という作品でデビューされた方なんですけれども、この詩人層の殺人という作品がとんでもないブームを生みまして、神木隆之介さんと浜辺美波さんが主演で映画化もされている作品なので、知ってる方も多いと思うんですけれども、どういう話なのっていうと、革新的なところが結構なネタバレなのであんまり言えないんですが、ミステリー小説的に、王道の流れというものがありまして、こうある閉ざされた空間というか僻地にこう人数がね集まって外部との連絡が取れない中、その閉ざされた空間の中で、殺人事件が起きてしまうというのが、クローズドサークルミステリーといって結構有名なミステリーの形というかこう設定なんですね。で、このクローズドサークルミステリーって、閉ざされていることで、外部からの接触もできないし、犯人がその中にいるってことで、こう登場人物もね、限られてくるし、結構ミステリー的には結構読みやすい設定になるんですけれども、従来の作品では陸の孤島だったりとか、吹雪の山荘だったりとかね、こうあるんですけれども、この外部との連絡が取れない方法がいろいろ各小説ではいろいろあるんですけれども、この詩人層の殺人はこの閉ざされた空間を作る、外部との連絡が取れないっていう状況の作り方が革新的というか、こんなことするんだっていう作品が詩人層の殺人だったわけです。で、そこからどんどん剣崎ひる子シリーズっていうんですけれども、
まあ、主人公と魔眼の箱の殺人と3作目が狂人帝の殺人って言って、この剣崎キリコシリーズはね3冊出てるんですが、特殊な状況の中で起こるミステリーを描くっていうのが結構今村正弘さんの、まあ、特徴というかかなり面白いところなんですね。で今回今村正弘さんの新作が出るということで、うわー剣崎キリコシリーズの4作目かと思った方もいらっしゃると思うんですけれども、今回ね出たのがこちらの新しい、完全新作ディスペルというお話になります。でこれは、まあ、どういう話なのかというと、小学生が主人公の、まあ、ミステリー小説になります。で今までのね剣崎キリコシリーズなんかは結構、まあ、大人というか、まあ、大学生が主人公だったんですけれども、かなり魅力的な登場人物もいるし、まあ先ほど言った特殊な状況っていうところ、特殊設定っていうところが結構売りなシリーズだったんですが、今回は全く違うと。小学生がまず登場人物だと。でより細かいねあらすじを言いますと、このディスペルに登場する主人公が3人います。ゆうすけくん、みなちゃん、さつきちゃんっていう3人なんですよ。それぞれ全く接点がない3人なんですが、ある事件をきっかけに3人で集まるようになって、まあ、謎を解決しに行くというお話なんですけれども、それぞれどういう人物なのかというと、まず1人目のゆうすけくんですね。ゆうすけくんは結構ホラーというかオカルトが好きで、なんとですねこの小学生のこのクラスで、壁新聞っていうねあの新聞を作る、係になるんですけども、ゆうすけくんがいろんなオカルトをあの壁新聞として貼り出して、こうみんなに知ってもらいたいっていうか、こう注目を浴びたいっていうキャラクターなんですよ。でゆうすけくんがですね、俺壁新聞やりますって言った時に、なんとですね私もやりますと同時にこう立候補してきたのがさつきちゃんという女の子ですね。でこれ2人目の、主人公なんですけれども、さつきちゃんはですねこう優等生タイプの小学生で、姉がねあのいたんですけれども、以前ねこう事故というか事件によって姉が死んでしまっていて、クラスのみんなはねそれをちょっと触れていいのかな触れていけないのかなっていう感じの女の子、まあ、さつきちゃんという女の子です。でさらにこの2人が、壁新聞作るとなった時にクラスの委員を決める中で、まあ、1人余ってる子がいるから、その子も一緒に壁新聞係にしようと、まあ、先生が言ってですね、もう一人加わるのがみなちゃんという女の子で、みなちゃんは最近転校してきた転校生で、まだみんなとねあの関わりがないというか、どういう子なんだろうっていう子を結構ね、浮いている存在なんですけれども、壁新聞を作る係に選ばれたと。でこの3人集まった3人が、壁新聞を作る中でさつきちゃんのお姉さんが以前、事故というか事件によって、亡くなってしまったと。マリネーって言うんですけど、でマリネーが死んでしまった原因を、調べるためにさつきちゃんがマリネーが残したパソコンの中身を見るんですね。でパソコンの中に入っていたものが、七不思議の階段で、この七不思議と言いつつ6つしか階段が入っていなくて、7つ目を知った人間は死ぬと言われているのがこの七不思議の階段で、ゆうすけ、さつき、みなの3人はこの七不思議を解くために壁新聞係として一つ一つの不思議の謎を解明しに行くというお話になってます。これ結構ねあらすじだけで結構あの尺使っちゃったんですけども、これめちゃくちゃ読みやすくて、まず一番先行して走ってる謎っていうものが、あのなぜ、この七不思議が残されているのかというものと、なぜマリネーは死んでしまったのか、この七不思議を託して死んでしまったのかという謎、七不思議とマリネーの死という2つの謎を小学生が追いかけていくというストーリーの中に、このね今村正弘さん特有のこの特殊設定がちょっと入り込んできてという話になってます。いやこれねめっちゃ展開も面白かったですし、何よりですね、あの主人公が小学生であるってことが結構一つの魅力になってるかなと思いました。っていうのもなんか追ってる謎はですね結構あの人の死というか、まあ、小学生にしては結構重い案件だと思うんですけれども、その中で七不思議だからマリネーの死を追っていく傍ら、まあ、小学生のクラスの中で起きているあの事件というか謎っていうものも同時並行で描かれていくんですね。それもね後々こうつながったりとか、まあ、ヒントになったりとかいろいろあるんですけれども、まあ、それがあの小学生ならではの問題もあるし、冒険的なねあのマリネーの死っていう謎を、解明するためにいろんな場所に行って真相を追うっていう冒険物語でもあるし、王道的な展開もありつつの、そこにこうね今村正弘さん特有のいろんなこうなんだろうなスパイス的な展開が絡まってきてどんどん結末にこう向かっていくという、いやこれもねとても面白かったです。
でしかもですね、この謎、七不思議の謎っていうものが結構一つ一つちゃんと描かれていて、詰め込みまくってるというか、これもうちょっと広げてもいい話になりそうだなって思う設定とかもいろいろこう詰め込まれまくってるので、どんどんなんだろうな、展開が動き続けているので読みやすいですし、どんどん先読めちゃうと思います。さらに最後も2点3点こうしていって、あね、こう綺麗に落ちるというところも、とてもね美しく読ませていただいたので、僕はですねこれ出るまでは、まあ、剣崎ひり子シリーズの続編読みたかったなと思ったんですが、まあ、この作品読んでね、まあ、この3人の物語もっと見たいなと思いまして、もうディスペルのね続編も期待しています。岩村正弘さんの話ね、まあ、どれも完成度高いので、どの作品読んでもね、ミステリー初心者の方でも満足できると思いますので、まあ、ぜひ気になった方はディスペル読んでみてください。まあ、ディスペルか、まあ、主人公の殺人もね、ミステリー初心者の方だったらめちゃくちゃ満足できるお話なので、ディスペルか主人公の殺人、気になった方読んでみてください。ということで、最近読んだおすすめミステリー2冊目が岩村正弘さんのディスペルでした。はい、ということで3冊目なんですけれども、まあここまで1冊目2冊目紹介してきたんですが、この3冊の中で僕この作品が一番好きで、これちょっとね皆さんに読んでほしいなと思いつつ、ちょっとね魅力もねどんどん話していこうと思います。ということで、最近読んだおすすめミステリー3作目がこちらです。白井智之さんのエレファントヘッド。はい、来ましたね。こちらの作品はもうね、もう大好き。めちゃくちゃ僕の好みぶっ刺さりの作品で、いや、これね、本当にいろんな方に読んでほしいなと思いまして、ちょっとお話しするんですけれども、まずね、こちらの著者は白井智之さんという方で、僕の最近の動画って結構ブームになってる方なんですけれども、まあ前の動画でも上げた、この名探偵の腹渡だったりとか、こちらのね、名探偵の生贄だったりとか、こちらの作品ねめっちゃおもろくて、動画でもね結構語ってるので、ぜひねそちらにも遊びに来ていただきたいんですけれども、まあ、白井智之さん何が魅力かというと、この方の描くミステリー、まあ、特徴が3つありまして、グロい、むずい、エモいと、この3つですね。これねもう本当にこの3つ、グロい、むずい、エモいのこの3つなんですけれども、この3つの特徴がですねもう全部入ったのがこちらの最新作のエレファントヘッドですね。いや、これね本当にエグかった。そもそもね、さっきの名探偵の腹渡と名探偵の生贄という、まあ、白井智之さんの前の作品ちょっとだけ紹介するんですけれども、この名探偵の腹渡と生贄ってまず一つ一つ、若干のつながりが見えつつも独立されたお話になってまして、この名探偵の腹渡はですね、浦野九という探偵と原田渡という助手、この二人のコンビがですね殺人鬼たちに立ち向かっていくという、結構こうバトル的なね展開がどんどん続いていく作品にはなってきていて、まあ二人のね探偵コンビが事件それぞれに立ち向かっていって、その真相が最後に繋がるというお話なんですけれども、まあ、この作品で描かれているのが浦野九と原田渡るという2人の人物の、推理の違いですね。ある一つの事件に対してこの探偵と助手の推理というものがもう違うことが結構あって、この一つの事件に対して様々な角度から、解決していく、でそれを見せていくってところがすごく上手い作家さんが、白井智之さんになります。まあ、それプラスですね、結構グロい描写も結構あって、こうなんだろうな、この名探偵の腹渡と書いてある通り、こう腹渡が出るようなね、まあ、シーンもあったりとか、吐砂物とかが結構出るシーンもあります。そういうのも結構ね、慣れれば結構すごく面白いんですけれども、まあ、そういうのは結構入ってる作品で、名探偵の生贄という作品がですね、こちらの作品もですね大戸屋隆というね探偵がまずいまして、その探偵のまあ助手的な立場の人が有森リリコという女の子なんですけれども、まあ、そんなリリコちゃんがですねある事件を解決しに海外に向かうんですね。なぜ海外に向かったかというと、そのある場所でですねこのジョーデンタウンという奇跡の楽園がありまして、そこにはですね人民教会というね結構カルト的な宗教を信仰している人たちが作ってる村がジョーデンタウンなんですね。このジョーデンタウンでは、まあ、病気も怪我も存在しなくて、亡くなったね、まあ、手足でさえ蘇るっていう、そんなことありえるっていう話なんですけれども、そういうね結構こう洗脳されている教団の中に有森リリコと大戸屋隆っていう2人のね人物が、
こう向かってここで起きる事件を解決していくというお話なんですけれども、これもですね、あの名探偵の生贄と同じように推理の違いというか、一つの事件に対してなんだろうな、教団側の目線と教団側じゃない目線が結構入るんですよ。これ何言ってるのかというと、この上田タウンで起こった事件の目撃者ってみんな洗脳されているんですね。で、奇跡を信じているっていう、前提の下で進める推理と、あの奇跡を信じないっていう下で進める推理とでは違うんですね、推理の進め方が。で、ここがね、この作品の一番美味しいところなんですけれども、この目撃しているものというか、そういういろんな情報を奇跡を信じるか信じないかでこう捉え方が全然違ってくるっていう。で、その捉え方が違うとこから、それぞれ、その犯人をロジック的にこう詰めていくっていうところが結構面白くて、まあ、一つの事件に対する、別視点の推移っていうものが、これでもかこれでもかというこのリズムでどんどん進んでいく、これがね、この名探偵の生贄はめちゃくちゃ、完成度高すぎた作品で、これね、あの2023年の本格ミステリーベスト10の1位にも輝いていまして、まあ、これは本当におすすめだし、この白井智之さんの多重解決っていうところ、ここがこのむずい部分なんですけれども、グロい、むずい、エモいね、そのむずい部分なんですけども、このここがね、むずいけどおもろいんですよ。で、やっとね、この前提を踏まえた上で今回のね、このエレファントヘッド、これですね、あらすじがですね、すいません説明できないんですね、これで。なんでかというと、こちらですね、帯とかにも書いてあるんですが、謎もトリックも展開も全てネタバレ禁止ということで、まあ、僕も読みました、読んだんですけど、これね、何も知らない状況で事前知識なしで読んだ方がめちゃくちゃ驚くと思います、この作品で。本当にね、もう何も知識なし、何にも空っぽの状態で読んだ方が 120% 衝撃を楽しめると思います。なんですが、ちょっとね、まあ、読んだ僕からしても、ちょっと人選ぶなっていうところがありますので、ここからはね、ちょっとずつね、まあ、そこまで革新的なネタバレではないんですが、ちょっと前提として、まあ、こういう気持ちで読んだらいいよみたいなところを話していくんですけども、まずこのエレファントヘッドという作品、言っていいあらすじからすると、主人公がですね、崎山という男で、まあ、崎山はですね、奥さんがいて、まあ、2人の娘がいて、で4人家族の長なんですね、大黒柱というかお父さんなんですけれども、でそんな崎山はですね、もう家族が大好きで、もうこのね、家族のこの幸せな空間を壊したくないと、この家族の幸せを守るためだったら何でもするっていう男なんですよ。で、この男がある不思議なことが起こって、こうどんどん物語がどんどん進んでいくんですけれども、まあ、ここね、言えないんですが、これですね、とにかくグロいです。これエログロっていうんですかね、のが結構、きつい描写もありつつ、あと難しいです。グロい、むずい、エモいの、グロいとむずいが、めちゃくちゃ際立ってて、もうグロいしむずいんですよ。途中からとんでもない展開になりまして、なんかむずいっすね、本当に。あれ今何起きてるんだっけみたいな、結構一気読みをおすすめします。これ途中から読むとあれってなるので。で、最後エモいところなんですけども、これエモいというか読後感が、ちょっとね、喪失感というか、なんだろう、ちょっとここはね、ぜひ読んでほしいんですけれども、まあ、総じて、読む人を選びますね、この作品は。で、イメージとしてどんな話なのかなっていうイメージとして言うと、すごく話が似ているというわけではないんですが、僕が大好きな道尾修介さんのひまわりの咲かない夏っていう作品がありまして、これも僕いろんな動画で、紹介してるんですけれども、読む感覚としてはこの作品に近いのかなと思います。まあ、展開とかは全然違うし、その読後のね、あれも全然違うのでネタバレとかではないんですけども、まあ、感覚として、僕はひまわりの咲かない夏を読んだ時のような感覚に陥りました。で、これはなかなかないことで、こんなね、設定もそうだし、トリックもそうだし、思いつく白井智之さんがマジで化け物だなって思うぐらいの、本当に今年一奇抜な小説だなと感じましたので、これはね、ぜひ読んでほしい、みんなに読んでほしい。
これは面白かったです。今年一あるかなぐらい、本当にそれぐらい面白かったです。で、なんですけどちょっとな、読む人を選ぶかなというところがね、往々にしてあるので、これね、あの本当にグロいのが大丈夫な人はぜひ読んでほしいし、ちょっとね、なんか倫理観がちょっと気持ち悪くなるような展開もあります。それが嫌な方は読まない方がいいかもしれないんですが、まあ、純粋にこうミステリーとしてもう奇抜なものが欲しい、とにかく一撃食らいたいという方はね、ぜひ読んでみてください。いや、これほんまに最高でした、正直僕ね、こういう話大好きなので、もう白糸むきさんマジやってくれたなという感じで僕は大満足ですね。まあ、ミステリーとして最高の作品に仕上がってると思いますので、ぜひ気になったという方、エレファントヘッド読んでみてください。大傑作となっております。ということで、最近読んだおすすめミステリー3冊目が白糸むきさんのエレファントヘッドでした。はい、ということで3冊紹介してきました。いかがでしたでしょうか。まあ、今回もね、結構喋っちゃったんですけれども、いやー、語り出すと止まらないですね、やっぱり。で、この3作品、違うベクトルで、まあ、尖っていて、いや、本当に大好き、どれも好きです、本当に。まあ、初級、中級、上級で分けると、こちらの午後のチャイムが鳴るまではが、初級者向けというか、結構誰でも面白いと思えるような、人が死なないミステリーとしても面白いし、連作集としても面白いし、高校生の群像劇としてももうレベルが高い、そんな作品になってまして、これディスペルがですね、ちょっと、ミステリー小説の中ではかなり中級者向けというか、まあ、普通にミステリー初心者の方が読んでも楽しめると思うんですけども、結構、癖のあるね展開が続く作品で、もうこれは完全に超上級者向けですね。これ本当に、全部ネタバレになっちゃうので、ちょっとうまく紹介できないのがねもどかしいんですけれども、本当に衝撃、一撃食らいたいという方、もう本当におすすめです。で、道尾修介さんのひまわりの魚に夏みたいなね、衝撃を受けたいという方ですね、こちら読んでみてください。結構ね、謎のトリックっていうところも結構ぶっ飛んでるので、そこもねちょっとね、人にはあんま勧められないんですけれども、こう今までのミステリー小説じゃ生ぬるすぎて刺激をくれよという方はですね、ぜひエレファントヘッドぴったりの作品だと思いますので読んでみてください。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。いやー、どの作品もねめっちゃ面白いですし、こっからもねどんどん熱いミステリーの新作どんどん出るので、いや、これもねちょっと読む時間足りないぞという感じなんですけれども、ぜひぜひ皆さんでね楽しんでいきましょう。まあ、このチャンネルでですね、このように僕が読んで面白かったなという本や注目作、話題作なんかをね扱っていくチャンネルになります。もっといろんな小説知りたい、いろんなミステリー知りたいという方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。登録者2万人目指しております。チャンネル登録ボタンポチッとよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。お相手はまさきブックスでした。バイバーイ。いや、実はですね、最近ちょっとインフルにかかっちゃいまして、仕事もね、本業の方の仕事も結構今忙しい時期なんですけれども、ちょっとダウンしてしまいまして、本当にね、インフルね今めっちゃ流行ってるので皆さんも気をつけてください。まあ、本の話をするとね、こっから年末にかけてね、本当なんかランキング系っていうんですかね、ミステリー小説のランキングだったりとか、こういろんなねランキング系が、出る時期なので、それもね楽しみにちょっと動画で紹介していけたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。